ピエール・ローラン・エマールはフランスのピアニスト、リヨン生まれ。地元の音楽院に通い、後にイボンヌ・ロリオに支持する。1973年にパリ音楽院で室内楽演奏により放送される。同年、オリビエ・メシアン国際コンクール優勝。1977年にブーレーズの招きでアンサンブル・アンテル・コンタン・ポーランの創設メンバーに名を連ねる。 ブーレイズのほか、小沢聖治、ズービン・メータ、シャルル・デュートは、プレビン、アンドル・ー・デイビス、デイビッド・ロバートソンらの指揮者と共演する。20歳でシカゴ交響楽団と共演し、アメリカデビューを果たした。現代音楽の関係者として、特に有名で、ブーレイズのレポン・シュトックハウゼンのピアノ商品第14番、リゲティの練習曲などを演奏した。ジョージ・ベンジャミーや、 マルコス・トロッパラ・年下の作曲家の作品も取り上げている。近年では、アーノン・クール式によるベートーベンのピアノ競争曲全集の録音で、現代音楽の愛好家以外からも注目を浴びた。近年、テルディックでも録音を行い、中でもメシアンのトゥーラン・ガリラ公共曲は絶賛を博している。ありがとうございます。